京都駅タイ日本初の純国産ゲットエンジンが完成したんだってな。何そんなにすごいことなの？というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからの伺ってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は2国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだからこういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今更従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗におられるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話がそれちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ。ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんな質
ームなんだ。そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定したとき、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、バカでかい車体にバカでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ロエ成功したのロエ変だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、ロエ生お隣のあの国だよ。大体ゾエゾエつくら、視聴者もみんなピンと来てるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおまさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。最近バイクの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかったさすが、中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分、アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし。人って組織社会ってこともあってからか、影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。とみんな頭の中でおのおのの呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだよ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ、他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを凝らしてしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の055南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、
初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなど、その活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりと、まだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな。まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電離式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開していると見られ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するにはアメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国と最も密につながっているのが日本だと考えると誇らしいよね。最強の軍事力を持つアメリカとそれを支える最高の技術力を持つ日本、この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担いうる規模の大型の水上戦闘艦が05型南昌級駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの05型南昌級駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。05南昌級駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの？05型南昌級駆逐艦は、基準排水量1万、1000トン、満載排水量1万、3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万、10トン、全長 172.46m、全幅 16.76m で最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため05型南昌級駆逐艦は、大きさ容積ともにタイコンデロガ級巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、米韓型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この05型南昌級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の05型南昌級駆逐艦が、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。05型南昌級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の052型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006 型 VLS を合計112セル装備しているとみられているんだ。GJB5862006 型 VLS って？この GJB5862006 型 VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006 型 VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、
同約30キロの中距離用の HQ16 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦隊艦艦隊地の両方に使用できる雷霊18も搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。055型難小級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH-99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として F-15 兵に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JASSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムのストックを目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで長距離部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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 ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57を投入したみたいだね。ウクライナとの戦いは長期化しているし、ロシアとしても苦しい状況が続いているからな。ウクライナは国民一丸となってこの状況に立ち向かっているもんね。ロシアが苦戦するのも無理はないよ。それに比べてロシアの士気は低いからな。何せ全世界から非難の的になっているんだから、下級の兵ほど、何のために戦っているのかわからなくなるんじゃないか？そうだね。いろいろな情報が出回っているし、みんなには情報の見極めをしっかりしてほしいと思うよ。さて今回は冒頭でも紹介したように、ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機スホイ57を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して、ウクライナ国内の新ロシア派住民をウクライナのネオナチ勢力から保護することを名目に、特別軍事行動と称した軍事侵攻を開始したよ。このロシアのウクライナ侵攻に対して、世界各国の政府や指揮者は、軍事大国であるロシアがオブにウクライナをあっという間に制圧するであろうと予想していたね。しかし、そうはならなかったな。ウクライナは米英を筆頭とする西側先進諸国から多くの武器及び情報などの支援を受けながら、祖国防衛という高い士気の下に団結して防衛戦闘を展開し、大方の予想を裏切り前線を続け、ロシア軍は4月上旬までにはウクライナの首都キーフを含めたウクライナ北部から完全に撤退し、戦線の立て直しを余儀なくされたぜ。ロシアの慢心と士気の低下とか、内側から崩れたことも要因の一つだよね。そうだね。それ以後、ロシア軍はウクライナ東部の新ロシア派の支配地域であるドネツク州やルガンスク州の支配領域拡大を機として、東部及び南部への戦力の集結を図り、攻勢を強める方針に切り替えているんだけど、5月上旬時点で、ロシア地上軍は、ロシア陸軍が投入可能な戦力の3分の1を喪失したとされているよ。5月9日にはロシアの国家的記念日である独ソ戦戦勝記念日が控えており、ロシアとしては何としてでもこの戦勝記念日までには、目に見える形での戦果が欲しかったんだろうけど、現実はとても誇れる戦果を獲得できてはおらず、プーチン大統領も戦勝記念日での演説では、ロシアを行った軍事行動の正当性と NATO 諸国に対する批判を展開するに止まっているんだ。このようにロシア軍は非常に劣勢な展開となっており、4月14日には、ロシア黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンにより撃沈されるに至り、ロシア軍の予想外の劣勢は誰の目にも明らかになってきたよ。ロシア軍の4月中旬以降の戦略では、ロシア国境からもほど近く、ロシア国内からの兵站や新ロシア派の支配地域からの支援も受けられるウクライナ東部や南部に戦力を集中すれば、ロシア軍はウクライナ軍に対して大攻勢が行え、一気化勢にウクライナ軍を後退させて支配地域を拡大させるはずだったんだ。
特にウクライナの東部は、ウクライナ北部とは異なり平地が広がっており、歩兵が身を隠す遮蔽物が少ない地域だからな。そのため、ロシア軍が誇る戦車部隊が最も活躍できる地形であり、戦勝記念日までにはロシア軍は、ウクライナ東部で強力な機構戦力を用いた大規模な戦車戦闘を行うのではないかと見られていたぜ。それに対してウクライナ側は、北部では歩兵が遮蔽物に隠れて、歩兵携行式対戦車ミサイルを用いた待ち伏せ戦闘を主にロシア軍を迎撃していたが、待ち伏せ戦闘が難しい平野においては、防御力が皆無である歩兵では、対戦車戦闘では非常に不利な状況であるとの分析が、西側各国の指揮者から示されていたんだ。ウクライナも同じような懸念は十分に認識しており、NATO 諸国を中心に戦車や榴弾砲等の重装備の提供を切望しているよ。これに対して米国を中心とした NATO 諸国等は、約100門の 155mm 榴弾砲や自走榴弾砲の提供を決定しており、順次ウクライナへの輸送を行っているね。さすがに西側第三世代主力戦車の提供は、ロシア側を必要以上に刺激することを恐れていってはいないけど、NATO に加入した旧東側諸国が保有する旧ソ連製の T-72 戦車等を積極的に提供しているよ。西側諸国はロシアに対する経済制裁を強化していて、ロシア国内では、一部の商品では品切れが相次いでいるよね。しかしながら、ロシアは国内では食料や天然ガス等の資源が豊富であるため、経済制裁の効果は現れがたいのではないかという意見も指揮者から上がっているが、地下資源や基本的な食料についての自給は可能であっても、ロシアは精密機械の製造技術が未熟であり、精密機械については他国からの輸出に頼らざるを得ない実情があるぜ。例えば、ロシア国内の携帯電話網を維持するための保守部品の大部分は西側諸国に属する企業のものを使用しており、この企業がロシア国内での部品提供を拒んでいる現状では、ロシア国内の携帯電話網を維持することは相伴できなくなり、ロシア国内で携帯電話を使えない地域が拡大していくのではないかとの懸念が上がっているな。そうそう。さらにミサイルや精密機械に利用される半導体もロシアは輸入に頼っており、現状では中国からの輸入に頼っている状態のようだけど、中国からの輸入では賄えない部品も数多く存在し、そのような部品に依存する兵器についてはロシア国内での生産もままならなくなるんだ。そのような兵器は概して高性能な兵器であり、ロシアとしては在庫に限りのある高性能兵器については、今回のウクライナ侵攻では極力使用したくないというのが本音だろうね。しかしながら、先に述べたようにロシア地上軍の3分の1の戦力が戦闘により消失し、航空戦力についても3月中旬時点で、ロシア軍はジェット機とヘリコプターをそれぞれ100機以上喪失した模様だとの報道もなされているんだ。このような情勢の中、ロシア軍は数の上で主力を担っていた、70年代から80年代の旧ソ連時代に製造された兵器群の在庫が沸騰してきているようだね。ロシア軍が保有する戦車について、4月末時点で写真等にて確認されている限り、T-64 戦車が15両、T-72 戦車が379両、T-80 戦車が115両、T-90 戦車が19両破壊されていることが確認されているよ。そして、4月後半には、これまで投入されていなかった最新型の T-90M がウクライナ戦域に投入され、撃破されていることが確認されてるんだ。ロシア側にとっては大打撃だよね。さすがにここまでの反撃は予想外だったんじゃないかな。ところで T-90M って？ T-90M 戦車は、2021年より部隊配備が開始された最新型の戦車だね。本来、ロシアは T-14 戦車と呼ばれる最新鋭戦車を開発して配備を目指したんだけど、経済情勢の悪化や部品調達がうまくいかずに同社の開発が遅延し、その穴を埋めるために T-72 戦車をベースに現代戦に対応すべく大幅な近代化改修を行い開発されたんだ。T-14 戦車が投入できないロシア軍としては、まだまだ数も揃っておらず、補充もままならない虎の子の戦車だけど、数の上で主力であった T-72 戦車の大量撃破により運用可能な戦車が沸騰してきているのか、4月中旬頃より戦線に投入されたようだね。戦線投入後、数日で撃破されたようだけど、ロシア陸軍が補充の効かない高価な戦車を投入せざるを得ないほど、ロシア軍内部で戦車のやりくりが難しくなっている状況が伺えるね。そして、それはロシア空軍の方がもっと切実なんじゃないかな。ロシア空軍が現在保有する戦闘機戦闘爆撃機以下、作戦機は約1200機なんだけど、2014年のロシアのクリミア併合により欧米から経済制裁を受け、そもそもロシアの GDP が韓国以下であることを考慮に入れると、運用可能状態にある機数は多くても保有数の 35% 程度、420機ほどであると思われるよ。そして、
そのうち、ウクライナ戦線に投入した作戦機のうち、100機程度は撃墜されたものと報道されているため、ロシア空軍は運用可能な作戦機の4分の1をすでに失っているものと推定されるんだ。特にロシア空軍はウクライナ上空での航空優勢の確保に失敗した影響で、大型の地対空ミサイルによる迎撃を受けやすい航空での飛行を避け、ウクライナ上空では低空で飛行することを余儀なくされており、この影響で地対空砲や歩兵携行式の近距離地対空ミサイルによる迎撃を受け、損害を拡大させた経緯があるからな。そうだね。ロシア空軍の苦しい懐事情は、戦線に投入される戦闘機にも現れ始めているよ。ロシア空軍は4月に入り、ウクライナ戦域に第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57戦闘機を投入し始めたんだ。スホイ57は2010年に初飛行したロシア空軍の最新鋭戦闘機で、初飛行から12年経過した2022年時点でも76機しか発注されておらず、この機数の配備を完了するまでには2028年までかかる見通しであるとされているよ。スホイ57のスペックについて詳しく、スホイ57戦闘機の基本スペックとしては、短座式の双発機であり、全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルであり、ステルス性能や超音速巡航能力も有しているよ。ステルス性については、米国の F-22 戦闘機や F-35 戦闘機と比較すると一段劣り、ステルス性は進行方向に限定したものであるという評価が一般的だけど、それでも、ロシア空軍が有する唯一の第5世代戦闘機だね。まさにロシア空軍の虎の子の戦闘機ってわけだね。そうそう。そして、2022年現在、ロシア空軍で実戦配備された機数は20機にも満たず、ロシア空軍としては、絶対に損失を出せない大切にしまっておきたい戦闘機のはずだよ。このロシア空軍にとって大事なスホイ57戦闘機だけど、ロシアがウクライナにステルス戦闘機を投入する必要性が発生したのかといえば、答えはノーなんだ。みたいだな。ロシアはウクライナ戦域にステルス戦闘機の必要性は感じていないようだぜ。そうなの？それってどうして？なぜなら、今回投入されたスホイ57戦闘機は、ステルス性を最大限に発揮するために機体内部のウェポンベイに弾薬を収納して出撃することをしていなくて、弾薬の搭載量を最大化するために従来型戦闘機のように機体外部に弾薬を取り付ける形式で飛行していたんだ。これは、スホイ57戦闘機の利点が全く活かされてなくて、ステルス戦闘機としてではなく、従来の戦闘機と同様の運用方法で戦線に投入されていることを示しているよ。これでは、撃墜されて西側諸国に機密漏洩する危険性を冒してまで、スホイ57戦闘機を投入した意味がないよな。そこから推測されることとして、ロシア空軍内で既存の戦闘機や戦闘爆撃機の在庫が不定しているのではないかということだね。もともと、稼働率の低いことが推測されていたロシア空軍だけど、ここに来て、稼働率が深刻なレベルにまで達しているのかもしれないよ。過去、ロシア空軍は2018年のシリア内戦でスホイ57戦闘機の実戦投入を行っているんだけど、シリア内戦で投入した際は、ロシア空軍の盛況さを世界にアピールする絶好の機会となったんだけど、ウクライナ侵攻においては、ロシア空軍の脆弱さを示すこととなり、両者が無楽の結果となってしまったことは、ロシアにとって非常に皮肉なことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。